ロマン法の本格覚醒はいつになるのか。巨人は CS ファイナル S 第4戦、東京ドームを DNA に4対1と勝利。大手をかけられた試合で CS 初勝利を飾り、アドバンテージを含め2勝3敗とした。先発左腕、井上厚弘は負けられない戦いの中で粘り強く投げ、5回まで無安打とパーフェクト投球。 6回1市から相手保守の戸柱安隆に3球目のストレートを右翼スタンドに運ばれたが、試合を作った。試合が大きく動いたのは7回だ。1市から坂本隼人がこの試合2本目のヒットとなる左前打で出塁。続く中山ライトが右前打で続く中、坂本は足を飛ばして3塁へ気迫のヘッドスライディング。ベテランが見せた懸命のプレーにベンチも湧く。なおも1市13塁の場面。 打席に入った岸田幸則が初球にセーフティースクイーズをすると、坂本が本塁へ再びヘッドスライディングを敢行、記録はギダ野戦。巨人が勝ち越した。その後もダブルスチール、相手のミスにもつけ込み、この回は3点を加え、勝利を手繰り寄せるイニングとなった。負ければ終わりの大一番でチームも様々な策を打ってきた。シリーズ欠場している吉川直樹をこの日は登録。 シーズン終盤に内角球を避けた勢いで肋骨付近を痛めたとされる吉川は骨折していたことが判明。試合に出場することはなかったがベンチから食い入るように戦況を見守るシーンが中継画面に映し出された。試合前のエンジン声出しのためには左手甲骨折で離脱中の萩尾正也がジャイアンツ球場から駆けつけた。 シーズン中は爆発力のある打撃でファンを沸かせた若武者は拡声器を用いて、明るい声出しでナインをこぶ。出場選手登録こそされなかったが、まさにシーズンを支えたメンバーの思いも乗せての価値ある一生となった。一方、戦いの場に残れなかったナインもいる。19日、チームは K7 選手を入れ替えた。登録されたのは西立雄飛、井上厚弘、吉川直樹。 エリエ・ヘルナンデスの4人。抹消されたのは泉圭介、ココモンテス、秋広優斗。ヘルナンデスは交流戦から合流。クリーンアップも務めた勝負強さで4期ぶり V 奪回の盾役者の一人となった。8月の試合で守備中に左手首を骨折。シーズン終盤の怪我で戦列を離れていたが、負けたら終わりの大一番で急遽。 フェニックスリーグが行われている宮崎から呼び戻された。この試合では5番、中堅で先発。ヒットこそ出なかったが、力強いスイング、攻守でチームを盛り立てた。一方でひっそりとチームを去ったのは秋広だ。17日に登録され、2試合に代打出場するも、いずれも三振に終わった。18日の第3戦では1点を追う7回西無双者の場面で代打出場。 山崎康明に対し、追い込まれると最後はスプリットで見逃し三振と寂しい結果となった。ファイナル S では序盤からチームが頻打で苦しむ中、チームを救う起爆剤としての役割が期待されるも、ここでも存在感を示すことはできなかった。昨年10本塁打をマークし、さらなる飛躍が期待されていたロマンホーも今季は苦しんだ。開幕一軍を逃がし、 シーズン中も目立ったアピールはできなかった。昨年は121試合に出場、打率273、10本塁打41打点をマーク。一時はクリーンアップを務めるも今季は26試合に出場、打率261、0本塁打1打点と成績を落としている。一方、熾烈な外野手争いの中、チームではプロ2年目、浅野翔吾。 萩尾正也といったドラフト1位、2位組が存在感を示し始めている。スケットのヘルナンデスやベテランの丸吉博も元気な姿を見せているとあって、将来の主軸にと期待され、松井秀喜氏もつけた背番号、55を託された秋広にしても安穏とはしていられない。